京都山科の木の芽という店行ってまいりました。来年3月にまた詳しく言いますけれども、丸山野外音楽堂で、ライブをチャリティーイベントやるのですが、その、メンバー様たちと行ってまいりまして、そのお友達のお店ということで、突き出しからこれ美味しかったです。で鶏の刺身ですね、これが非常に美味しかったですね。ニンニクとレバーが特に最高でございました。で生春巻きとか、サラダとか、まあ、あといろんなメニューあるんですけども、焼き鳥を食べながら喋ってたら、でやっぱりバンドのメンバーというか、あの音楽やられてる方たちなので非常に楽しくてですね、なんか、もう食べること忘れて喋ってばっかりおりまして、焼き鳥だけで終わってしまったという、また次行った時にいろいろ食べたいと思います。いや、ごちそうになってしまいましてありがとうございます。それではまた明日です。ありがとうございます。